さあ、それでは先ほど VTR で男子のはい、すごかったですね。自分がどれくらいスピードが出るのか試してみたい、試してみたいじゃないですか。え、できるんですか。今日はですね、特別にこんなセットを用意しております。え、おぉ、それでは早速やりたいと思います。はい、続けてが待ち構える悪疑問ボックスめがけて全力でスパイク。そのスピードでナンバーワンが決定する、はい、お手本に監督にちょっとおぜひやっていただきたいと。マジですか。わかりました。これ僕らだってここにいたら弾き返ってくるじゃない。逃げ逃げだよね。じゃあいきますよ。お願いします。絶対無理。じゃあまずはコウキ選手。いや、でもね、コウキはね、こう見えて意外とね、いかないと思う。俺、自慢じゃないけど、球技下手くそだね。球技が苦手な田中、50キロ。じゃあ続いて、アガリッシュ。スピード感4周。おぉ、危ねぇ。高いよ。おぉ、1位。的を外したものの69キロ。いきます。じゃあ、OK、うん、どうぞ、ってください。お前、女の子だ。中丸、屈辱の最下位、42キロ。スイッチの挑戦者は、田口。おぉ、さあ、何キロでしょう。68。赤道に一歩及ばず田口68キロ。そしてなんとここに来て勝てるの勝手山、はい、ウェザーウェポン監督とですね、なんと上田と上田違いなんですよ。あとは全部一緒なんです。名前も勝手すごいですよ。全然がないです、はい、今回はなんで。さあ、それじゃあ行ってもらいましょう。でもで行くらしいですよ。どうぞ。おっ、行った今。行ったんじゃん。これは行ったんじゃない。おお、すげえ。強烈な上田のスパイクはなんと上田監督を上回る77キロ。すると、もう一回らしい。もう一回ちょっと。そうだよね、だってスピード的には監督の方が上だよね。上田監督すっかり本気モード。上田のところがちゃんとこう僕のところ映ってない。いいですか。果たして上田監督は上田の77キロを超えることができるのか。今のはバレれませんか。あ、行ったんじゃない。全日本男子上田監督は上田竜也の77キロを超えられるのか。いいですか。熱い男ですから。おいえ、めっちゃこれは割れる割れる、すげえ。アクリル板割れませんか。おお、連続薬所の87キロに上田監督ご満悦。